今もうちょっと遅いけど、一応プロテストも受けたかった。すごいですね、そのタトゥーが。どれぐらいかかったんですか。いや、僕は早くて、そのお値段のっていうか、なぜあの全身に入れようと。全部見せてもらうのは無理ですね。千鳥の大悟とか、千鳥の大悟とか。え今日は、中央町に来てるわけですけどね、これもまたリクエストということで、中央町に、ね、来たと。あ、リクエストというかその依頼ですね、店舗依頼と。そうですね、いうことで今日来てるわけですけど、中央町にもね、そのまあ飲み屋が多いというイメージは強いと思うんですけど、そのなんかダーツバー、ダーツバーはね、なんか僕もダーツするんですけど、ダーツバーがあるんで、ね、でそのダーツバーなんですけど、なんかちょっと普通と変わってんのかな。はい、これからね中に入っていくというわけですけど、この店舗、社交ビルと、中央町社交ビル、なんだこれは。はい、この場所に立ち小便するべからず、見つけたら罰金10万円と。ちょっと刑務所のような、ね、感じの。あっ、あっ、ちょっと早いな。結構なんかすごいですね。ちょっと行こうか。あと5回かな。5回です。5回。結構年季を感じると。そうですね、出てくれ、出てくれ、ね、あ、早いね、このスパンが。はいはいはい、おー、なんかザ・ダーツバーと、ちょっとヒップホップな感じもするけど、よこしで、ちょっと行きましょうか。はい、なんかいろいろあるんですけどね、これポーカーって書いてある、ポーカーって書いてある、ポーカーって書いてある、ポーカーって書いてある。もしかしたらできるのかもしれない。うん、なんかそのね、インベーダーとかあるじゃん、ね、なんかそういう、あとはいいですね、中央町に僕まだダーツバーって知らなかったので、いいかもしれない。うん、はい、ちょっとねすごい気になったのがこの、名刺かなと、いうことで、ね、すごいね、こんだけやっぱお客さんが来たという、うん、だってね、Wi-Fi 隠れたソフトバンクが。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マスターです。はい。すごいですね、そのタトゥーが。見ちゃってください。これはもうあれですか、もうその全身入ってます。脇の下の。どれぐらいかかったんですか。いや、僕は早くて3年か4年で全部仕上げました。普通だったら10年以上かかる。あ、10年。もう一気に全部。一気ですね。大体そのお値段っていうか、まあ、400か500万ぐらいです、ね。あ、そうなんですか。ちょっともう聞きにくいんですけど、はい、なぜあの全身に入れようと思う。いや、もう最初入れてから隙間が嫌になってきて、どんどんあれよあれよと、もう全部埋めたくなって、はい、ここまで。ああ、なるほど、すごいですね。全部見せてもらうのは無理ですね。あ、いいですよ。うわ、すご
ごいですね。なんか今度一番気に入られてる。いや特にな。全部。なるほど。バラバラなんで。今もうちょっと落ちとるけど、一応プロテスト合格した。すごいですね。レオが対決しますんで。これは負けちゃった。負けちゃいました。長さだけで言うと10年オーバーぐらい。あやっぱあの10年以上されてるってことで、僕まだ1、2年とかなんで、まだ定点なんで、どこ違いですか。あの、この上のそのサインのやつが気になるんですけど、これ千鳥とか、千鳥の大根とか千鳥の大根とか、え本当ですか。何かはそう忘れたけど、まあ岡本夏、野球選手とか、千鳥の大根さんとかもまだ売れる前に。あ、そうなんですか。また、タイムあたり行きますんで、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ、何でも正義の一人においで、いろいろ案内してください。本当に MY ってもうすごいスーパーマスターがおる査定がある。あ、分かる。なんかあのなんかランチがある。そうそうそう、美味しいです。ちょっと気になってた場所、もうすごい動きがいい、あのマスター気遣いが。 YouTube 撮っても大丈夫、大丈夫、僕が言うと。またお願いします。すいません。エアマックスじゃない。プーマ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。